右打者最強といえばヒロミツ。神の右足がヒロミツを使えばどうなるかは分かりますよね。世界が2つに割れます。国家権力級の力を持っちゃうんでね。ということで皆さんお久しぶりです。久しぶりの動画投稿となってまいりました、はい、今回使う選手はババーン、落合博満選手です。2021年シリーズ 2OB です。スピ解放いたしました。お願いします。4400ですね。やっとスピ解、スピ解といえば落合博満と言っても過言ではないと思います。どこが強いのかと、まずミファ86-86えぐいです。でアーティストで特殊能力はバケモンです。こんなん現実でやったら耐えられないですね。まずひざまずきますよ。僕はちょっと鼻の穴かっぴろげないと立ってられないです。特殊能力はまず超広角打法、もうこのゲーム最強の特殊能力で、アーティスト、アーティストも最強っすね。でチャンス、ランナーがいると能力上がるんですけど、ホームラン単発祭りしちゃうんで塁にランナーがいないですよね。なんでだろうな。守備はファースト、サード、 C、 セカンド、 E、まあ、うちの軍には岡本和真がいるんで僕はファーストで使ってます。個人的意見で中日の広光欲しいですね。中日遠征始めたてで、まあ理由はまあ右打者多いのとピッチャー強いやつ揃ってるっていうクソ適当な理由です。シリーズごとの違いは、落合さんが最初に登場したのが2020年のシリーズ2でロッテ版、2021年シリーズ2ロッテ版、2022年シリーズ2中日版、ここでステー下がってますね。2023年ロッテ版、1年ごとに出てるんで今年もやっぱ期待高まりますよね。ロッテロッテと来て中日なんで、もしかしたら次もロッテかもしれませんね。まあ中日来た時は必ず獲得したいと思います。今日やることは使ってみたヒロミツのワンマンチームで試合に勝て、ヒロミツで視聴者ボコスの3本となっております。最後まで見なくてもいいけど、どっちでもいいっす。そういえばゴールデンウィークですね。僕みたいに元から金色に輝いてる人ってゴールデンウィーク何すればいいですかね。はい、防御率が鬼のように低いです。なぜだか分かるかな。一般ピーポーとこの天才との違いが、僕は朝起きてすぐプロスピをやって、プロスピについて5時間ぐらい考えるの。みんなとやっぱそこの差、一般ピーポーなんで手加減していきたいと思います。おうおうおう、ナイス守備落合さん。ナイス。そういえばみんなヒロミツを打順何番で使ってますかね。あとどこを守らせてますか。おい、大体ファーストかな。コメント欄でアンチコメントと一緒に教えてください。落合選手とね言えば、なんといってもやっぱ当たれば飛ぶんで、大体 OK、 もう OK。 あと大体特殊能力出てる気しない、なぜか俺だけかな、多分みんなもそうだと思う。ああヒロミツ、はい、リチャード今の誰。はい、1番堀さん。堀さんも右の坂倉ということで別格ですからね。うわー、こういう企画でさ使ってみたで柳来るの嫌なんだけど、分かる人いる。まあ三冠王3回達成しますからね、落合さん別格ですよ。本塁打510本のうち約170本が逆方向らしい。インコースを逆方向に流すことができるんで、もう化け物です。人間としておかしいですね。はい、来ました、アーティスト出ましたね。ここは打ちましょう。ちなみに僕は通算0本です。あーやべ、はい下手くそな打撃でも打てちゃう、それがヒロミツ。12球団必須ですからね、左の高橋由伸、右の落合ヒロミツ的な OB で言ったら。獲得できてよかったっすね本当に。おお、隼人のとことトク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 で、ああマー君セレクションでヒロミツ、野村、カブレラ獲得したんでね、言えないですけどだいぶ大課金しました。 OK、 まああの時のマー君セレクションの金本選手がバカ強かったっすよ。ライドラ広角で必ずヒット打たれてましたけど、田村さんは打たんといけん。あーやばい、うわー、あ来ました。はい、アーティスト必ず特能出てます。ヒロミツは藤田ニコル、小川、ライアン小川来た。うわー結構強いな。はい、よっしゃー、いいぜ。あれ打っちゃった、何してんだ、チャンスで回ってこないじゃねえか全然。はい、特能必ず出ます。
ひろみつ。あー、惜しい惜しい。絞っていこう、絞って。あ、よし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 。よし、来た。いやー、惜しい。いやー、ほうほう。あべ、落ちろ。いやー。みんなに質問なんだけど、人生何周したら大谷翔平みたいにストイックになると思う？いきます。一本病気です。はい、というわけで全然打てないんで次の企画行きたいと思います。ひろみつのワンマンチーム、ひろみつのワンマンチームで試合に勝っていきたいと思います。もう打撃面はひろみつだけのワンマンチームです。見てもらえば分かると思うんですけど、まあ、分かりやすく言うと学生時代の僕みたいな、ひろみつ以外はえりすぐりの D ランクメンバーに守備についてもらってます。ゴンザレス、ミエセス、フランコいるんでね、バケモンです。このチノさんっていう人が僕はご存知ないです、すいません。チノナオト、9月に代打満塁ホームラン期待できそうだ。ヒロビツは3番セカンドについてもらってます。若干ねちょっとビビってます、4番に置かない時点で。守備適性いいです。ピッチャーはもうガチオーダーですね。ちなみに昔の D ランク堂林でホームラン打ってるんで、ぜひそちらの動画も見てください。パワー12よ、奇跡よ。実は D ランクでホームラン打ったらどれだけ口臭くても許されるんですよ。まあ、ヒロミツ使うだけで毎試合コールドなんて当たり前のように起きるんですよ。さあボコボコにしていきたいと思うんですけど、ここはちょっと引っ張り警戒でヒロミツの力見せていきましょうか。なぜこのオーダーでやるかっていうのは、まあ、このオーダーで勝てたらみんなの就活受験有利になります。 OK、おお、でかいぞ。おお、大丈夫、大丈夫、え、おお、大丈夫、大丈夫、え、そこファーストの領域なん？ひろみつ動け。嬉しい話が、この動画今なら無料で見られるんです。なので、ぜひ友達の彼女に勧めといてください。シェーケ。マーゴ、マーゴ、行こう、マーゴ。オッケー、いいよ。行こう、フランコ。やば。おお。ヒットの佐々木朗希強いからね、本当にマジで。落ちる。唯一のヒロミ、エスランク頼むぜ。いけるでしょ、ほらな。あ、やば。はい、というわけでヒロミツを使って忖度なしで視聴者をボコしていきたいと思います。納豆ご飯さんに来ていただきました。この戦いには理由は2つあって、1つはヒロミツの実力を示す、まだ打ててないんで。2つ目が神の右足の威厳を保つ、勝てると思ってる人が大勢いるんで、まあ、現実はカロリーメイトみたいに甘くはないよってことだけ見せていきたいんで、はい、お願いします。 BD 来たー。じゃあ視聴者狩りということで気合い入れていきましょう。 BD パワーカーブの代名詞、ナチュシューとツーシーもあるよなこれ、懐かしいな BD。 OKOK、 見えてる見えてる、オーケー。あ、ひろみつ、なんでここに限って特能出んの。しこたま中中、あ、やばいやばい、止め、よし、しょぼすぎる打球がしょぼすぎる。もう今回はひろみつの回じゃないです。誰の回にしようかな。小学5年生が全員参考にするような打撃していきたいと思います。噛んだ。あー、くそ、相手の配球は大体理解できる、それあと落とし込むだけ、吸い寄せられていく。ガチナイス。まあ視聴者なんであんま打ちすぎないようにしていて、はい、やっぱ田村の回でした。あっ、いい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 。納豆ご飯は後にこの時のことをこう語る。打球が見えなかった、こいつは別格。はい、世界はそんなに甘くないということをね認識していただけたら、ほらね、多分今頃ケツが4つに割れてます。あ、コンビニ行く感覚でね。はい、俺がミキサーにかけたウィリアムスが出てきた。お、どこ振っとる、大丈夫、なめるなよ。ほう、ヒロミツ回ってきてる、いきます、チャンス、チャンス出た、やっと。空虚な心の落とし穴配球、よし取れる。ちょっとなんすよね、ここ
いやマジで、おおおじゃあ強えな、超高速度がなおさら。よし、ありがとうございました。まあ今回は田村さんの回でした。